皆さんどうもこんにちは、マイピカです。今日はですね、大阪の大阪城の近くにある、何話の宮跡公園かな、はい、に来ました。公園なのかな、ここ公園じゃないかもしれないけど、でここをねちょっと新しいジンバル買ったんでね、それのテストも兼ねてちょっとうろうろしようかなと思ってますね、はい。でここがちょっと入り口なんですけども、こっち側の反対側ですね、はい、反対側ちょっとうっすらと大阪城見えてると思いますけども、大阪城向こうにありますね。後でね写真撮影で行くかもしれないけど、はい、でこれもねこんな感じ、ですね、はい。何話の宮、60年ほど前から発掘調査が続けられて立派な宮殿の姿が分かってきたのじゃって書いてますね。本に書かれてある通り、戦前はね何話の宮っていうのがねどこにあるか分かんなかったみたいなんですよね。日本書紀とかね、の書物にはあるっていうことはね、実在する、建物っていうのはね分かってはいたんですけど、どこにあるか分かってなかったんですよ。で戦後の発掘調査で、ここの場所にねあるっていうのが分かったっていうことになってますね。でこんな感じになってます、左下のような、ね、こんな宮殿やったみたいですね、はい、ね。でその跡がねあるんで、それもちょっと見に行こうかなと思ってますね。でここのさ外、ちょっと上高速道路じゃないかな、なんですけども、ほらここ書いてるでしょ、ね、何話の宮跡、難波宮跡じゃないからね、ほら下に書いてるでしょ、何話パレスサイトって書いてるのかな。このねこの奥ですね、こっちの奥にも看板立ってるんで、ここにもちゃんと詳しくね説明されてますね、はい、こんな感じね。これね、大化の改新に伴う難波遷都、何話遷都以来8世紀末まで約150年間、何話の宮は日本の首都として、また副都として日本古代史上に大きな役割を果たしたと書いてますね、うん。国の史跡に指定されてるから、ここはまあ行きましょうか、はい、では行きましょうか、はい。今回使ってるジンバルはねウィービル S っていうやつですね、後日、動画をね上げようかなと思ってます。そっちの方が先になってるかもしれないけど、でさタコ揚げ、タコすごいよねあれね。これをさ 200mm の、今回ねオリンパスの 12mm100mm のズームレンズですね。これでちょっとズームしてみましょうか。うわすげえな、めっちゃ揺れる、こんな感じね。あちょっとブレてますけどね、あ結構すごいな今のね、ちょっと露出オーバーっぽいけど、こんな感じね。あ上がった上がった、ピントが合ってるかどうか怪しいけどね、ピントが若干迷うかもね、うん。てな感じで、はい、こんな感じですね。 200mm でもあんまりブレないところがいいね、ジンバル使ってると、はい。じゃあね広角に戻して、はい、じゃあちょっと行きましょうか奥の方にね。でさいきなりこれ多分トイレですね、ね、トイレがあったりとか、この奥かな、はい、ここもでかい広場になってるんでね、うん、すごいな、ここなんかジンバルのテストに良さそうだけどね、はい。でですね、今回ねレンズに手ブレ補正ついてるレンズなんですけども、ちょっと後でテストしたいな、別の動画になるかもしれないけど、はい。まあここ広いですねやっぱしね、うん、こんな感じね、すごいな、何話の宮ってこんなんなんだね、綺麗な花咲いてますね、ね、こんな感じですね、はい。この木今でかくて何の木なんやろうねこれ、すっごい下に垂れてて綺麗な木ですね、うん、黄色がかってて風は全然吹いてないですね、無風状態ですね。やっぱタコ飛ばしてる人いますね、僕も子供の頃結構タコ飛ばしてたんですけどね、いっぱいタコ飛ばしてる。今時の子供はタコ飛ばさないのかなと思ってたら結構子供もタコ飛ばしてますね。こっちもなんかあるな、これなんなんやろ、すごいな、この木すごいでしょ。だからね今日はね F4 のレンズなんで多分暗い、はい、まあ、ND フィルターつけてるけど、うん、こんな感じ。なんなんやろこれ、ブランコ、すごいな、うすげえすげえ、何これ、すごいなこれ、ちゃんとぶら下がったら危なそうだけどね、こういうのがありますね、うん、すごい変わった木ですね、何も書いてないけど、ね、でまあ楽器の演奏してる人がいたりとかね、まあいろいろいますね。あんまり近くで撮影したくないっていうのもあって、ね、怖いな、滑る、
あれなんなんやろ、あれ松明みたいなやつ、あそこの上登ってみる？あの上にもさ、タコ上がってるじゃん。見えるかな？この露出オーバーっぽいな。ね。上にタコ上がってんの見えるかな？あそこの上上がってみましょうか。あそこがね、太極殿って言われるとこかな？あそこからなんか、あそこ多分天皇陛下がいたんだよね。と思うんだけど。元々の首都でしょ？ここは。こんなところに首都があるとは俺知らんかったけど、まあ、こっち側ぐるっと回りましょうか。縦揺れとかも見てもらったら、ただね、あの家帰ってからね、画像確認しないと縦揺れとか分かんないですね、多分。うん、そこもありますけども。ちょ、行きましょうか。あ、すごいな。あ、こういうところね。すごいね、ここ。でここにね、なんか円形のなんかあるんですよ。ここになんか柱立ってたんかな。うん、ね。でもね、跡って書いてるけどね、ここコンクリートなんですよ。ね。ここ降りるとめっちゃ危なそう。んでさ、明らかにその跡から立てたんだろうけど、あの鉄の扉とかあるから。見えてんのかな、これ。ね、ほら。鉄の扉とかはね、さすがに大化の改新の時代にはなかったと思うんでね、ああまあこんな感じでしたよっていう感じで作ったのかな。どうせやったら再現してほしいけどね、ここただの広場にするんじゃなくて、うん、あのさ、すごい高いところまで飛んでるタコが見えてんのかな、これこの画面やとほんま見にくいな。あれ、どこ行ったタコ、上がってますね。ね、てな感じですね、うん。でさ、これあのさ、なんか立ってるじゃん、松明を置けそうなとこ。あそこまでズームすると、こんな感じですね。最大までズームすると、こんな感じ。うお、すごいズームできるな。こんな感じね。めっちゃズームできるな、これ。ね。うん。うっすらとタコが飛んでますね。ちょっと元に戻すと、こんな感じね。はい、今上まで行きましょうか。うわ、すごいな、オーナー、やばいわ。この上、こっち側はもう球場っていうかね、なんなんやろあれ、テニスコートかな、ちょっとあるんですよ。なんかいっぱいありますね、ここら辺ね。すごいタコが飛んでたりとかいっぱいありますね。うん、ね、だからいろいろ遊んでる人多いでしょ、いろいろしたりとか、ね、で向こうに行くと大阪城なんで、どうしようかな、今から大阪城行こうかな。ちょっと写真メインで行きたいかなと思ってますね。ジンバル担ぐんじゃなくて、まあ、ちょっとした公園の紹介ということで、まあ、こういうのもいいかなということでね、はい。これが反対側ですね。結構でかい木が何個か立ってますね。太鼓ってね、結構上げるの難しいですよね、風吹いてないと。今日はね、それなりに風吹いてますね。やっぱこれだけ平面に広いとさ、すごい走って、これ走ってますけど、タコも飛びやすいですね。うん。てな感じで、大阪城にちょっと今から行こうかなと思いますね。はい。まぁ、あ、ちょっといろんな写真ちょっと撮ってこようかなと思ってます。はい。手ぶれ補正の検証とかね。はい。はい。ということで、いかがだったでしょうか。はい。いやちょっとね、大阪城もよくていろんな写真撮ってきました。はい、今ちょっとねバックに出そうかなと思ってるんで、それも見ていただければいいかなと思いますね。まあ、今後ともですね、関西の観光地、大阪中心とした観光地行こうかなと思ってますんで、もしよろしければね、高評価とチャンネル登録お願いします。はい、ということで、今回はねこれで終わろうかなと思いますね。いやもうオリンパスの手ぶれ補正はすごかった。あちょっといつ動画上がってるか分かんないと思いますけどね、ぜひ見てもらったらいいかなと思いますね。はい、ということでおつぴかっていうことで、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。